だから、うん、頭の中でジーンウォンウォンという音に悩まされていますと、はい、で難聴から来るっていう診断でしたということですよね。はい、この前としてこういうことです。で、これ何年前からなんですか？その耳鳴りはもう6年ぐらい前からもうなんかただその時はもうなんかジーンっていう感じで、はいはい、あんまり気にしてなかったんだけど、うんうんはい、そのガンガンジンジン言い出したのがやっぱもう3年か3年前ぐらいですよね。だからいろんな病院に行って、うんはい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 、もう副大も2回行きましたよ。あ、そうですかそれがガンガンジンジン言うわけですよね。それでも言うんですよ。それでね、お薬変えてくださいって言われて、うんうんうん、お薬変えたんだけど、はいはい、変えてジンジン言うんですよ。耳がベーンベーンって。そのお薬飲んでですよ、うん、だから先生やめますって言ったらやめていいですよって言われて やめていいですまあ素直な先生だったわけですね。もうちょっとねそんな無神経もうなんかしなんかもう誠実のなやめていいですよって自分が勧めといてって思ってねまあまあまあ、まあ、だから副、はい、その宿主副大夫のやめて、そしたら今度向こうの副大に行ってくださいって言われて、はいはいはい、ね、ありますよね。はい、それで、うん、そこ行かれたらあの、うん、耳鳴り専用 の、うん、あの補聴器がありまして、ああ、はいはい、それでなまあ、試すかなと思って、うん、何でも試してみないと分からないからと思ってもう言われる通りで、ああ、はいはい、そしてまたその補聴器つけたらまたガンガンギンギン言うんです。あ、そうですか。もう、まあ、もうちょっとやめますこの補聴器もなんか勝手ですけどって言って、いやいや、それは悪くなればね患者さんとしては続けたくはないですよね。良ければね、うん、何でもいいって言いますけど、うんうん、かえって治療して悪くなるってどういうこと、うん、と思って、いやこの補聴器つけたらガンガン元気にもうかえって言いますって言ったらもうそれもやめられて、で、耳は左の方がひどかったんですよね。左ですよ、うん、今でも左ですね、うん、そうですか。もうちょっとで3月の30日にいらっしゃいましたでしょ、うん、で最初治療してなんか2回目かなんかの時にちょっと良くなった、うん、あれ初回で良くなったんですかね、うん、2回目でしたかね、何回目でしたか、ね、まあとにかくまだ3回か4回しか治療してないですからね。狂気って何回目？今日が4回目ですか。4回目ですよね、うんうん、だから2回目じゃない、2回目ね、3回ぐらいじゃないですか先生。いや今日で4回目でしょ。あ、4回ということは3回しか治療してないんですから。前の時はこの間 HFF やってだからその前ですよ。あ、そうですかね。の金曜日かなんか治療したんですよ。それがもうこの前半からもう頭がもうで、あの時に1日良かったんですか。いや、あれ1日良かったんですか。1日良かったんです、ね、そうですよ。金曜日、うんうん、土曜日良かったんですよ。そうそうそう、その前の日来たんだったっけ。そう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 、それで土曜日1日中良かったの、うん、わーラッキーと思ったら、うんうん、夜からガンガンギンギンギンなりだしたから、うん、あれと思って先生に言ったりして、でもまあ1日良かったというのは聞いたということですから、うん、なんかそんな先生言ってたからね。それを続ければいいだけですから、うん、でこの間治療してまあ手と足の薬指をメインに治療して、うん、それでそれからあとはどうだったんですか。そのあとはこの間治療したあとはどんな感じでした、うん、やっぱりガンガンギンギン言うんです。今すぐはしてた、うん、またしてたんですよ、はいはい、そしたら昨日のご飯食べる前ぐらいからかな、うんうん、なんか音がしない、うん、あれ音がしないと思って、うんうん、気づいたんですよ。あ、はいはい、うん、そしてあら、これはまた寝たらガンガン言うなと思って覚悟して寝たら、はいはい、ずっと今日までどうもないの。おー、いいです、ね、昨日までっちゅうこと。いや、うん、もうとにかくそれからずっともうギンギンガンガンがなくなってるわけです。ならない全然。やった、パチパチパチあのね、耳鳴りの治療っていうのは若い先生にはですね、もうやるなって言ってるんですけどね、難しいから耳鳴りは。あ、でもこういうあの加齢から来るジーンっていう耳鳴りじゃなくてギンギンガンガンワンワン言うようなのはかえって治りやすいんですよね、うん、よっしゃ、気抜かずにやりましょう。どうぞ寝てください。いや、加齢だからもう仕方ないと思ってる。いやいや、そんなことはないです。あ、仕方ないのもありますけどね。もう汁だけだからいいと思ってるんだけど。いやいや、そんなことはないです。そんなことはない。やっぱ日頃がね、そうそう、なんか憂鬱な感じでしょ、うん、それで
やっぱもう自分が憂鬱だと人にまで当たるし、あの主人といつも喧嘩しとかないかんから、あそれは困りますね。一日が嫌な、被害者がご主人になりますからね。いやいや、被害者主人じゃないですよ、被害者は私かもしれないあそうですかそれじゃあ理解してくれればいいけど、やっぱりね、うん、理解が足りないのと、うん、もうなんか言ったらバーッて言って、うん、言い合い同士でしょ。あだからもう、まあ長年連れ添うと、うちもそうですよ、まあよそのことだけじゃありませんか。あのままでできますよね、結局。いいしょうがないです。さてさてと、はい、やりましょうかね、はい、ああもうだけど、まあよかったですね、でもね、本当にね、耳鳴りだけはね、安請け合いしないんですよ、とにかく。いやもう先生たちも見放してありますもんね、だからもう、それだけ難しいんですよ、音じゃ死にませんって言われるけど、ね、音じゃ死にません、それは本当そうかもしれませんね音じゃ死にませんって言われてるけど、うん、なんかどうかならんかなって思うのがやっぱりね、そうですね、もう耳鳴りはいろんなあの治療やったりとか、まあ、あの食事変えてみたりとかですね、いろんなことをやるんですよ。あの私も耳があの木工の作業をしすぎて。何の作業ですか？木工ですよ。あここに机があるじゃないですか。この机も僕自分で作ってるんですよ。はあのこの治療室も全部僕自分で作ってる。で電動工具やなんかやりすぎて、耳栓せずにやってたらですね、耳があの割れる、音が割れるようになったんですよ。あでもう自分で治療したんですけど、なかなか治らずにですね。でこれは DHA 飲んだら良くなりました。あうん。あこの間 DHA 飲んだじゃなかったですか、はい、DHA あげませんでした、はい、DHA を、あやったあれ、あのおくす、あサプライトです、サプリメント、サプリメントでしょ、はい、もらいました。ああれはいつから飲まれたんです？その前来た時にもらったから、はいはい、昨日その1日飲んで今日も飲んできました。あそうですか、うん、あれが効いてる？わからない、それあれはなんかさ、DHA って魚の油ですよ。魚よく食べるんだけど、まあまあ魚のね油が非常に重要なんですよ。あれが効いた。であれを飲んで1週間で耳鳴りが取れたという人が、うん、この先々月男の人でいらっしゃったんですよ。あそうですか。で私も耳良くなったから、あ耳にいいんだなと思って、それで初回の時にねあげようと思ったら忘れてたんですよ。あそれでこの間前回でしたかね、はい、あの大塚に忘れずにあげてねって言って飲んでもらおうと思ったんです。はいはいはい、1日あれ1回6錠って書いてあったから、うんうんうん、まあ、あの18粒入ってましたでしょ。はい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 、うん、1日にあの18粒ぐらい飲んだ方があの耳やなんかの時はいいんですよ。まあ、治療でも治療で良かったのも確かなんですよ。だって初回か2回目はあれ飲む前だったでしょ。相乗作用かな、まあ、相乗作用かもしれませんけど、相乗作用かなんか知らんけど、うん、何でもいいんですよ、良くなれば、うん、そうなんですよ、もう何でもいいんですよ、良くなれば。でも DHA も良かったのかもしれませんね、うん、あそうですか、うん、何でもいい、何もうこれとあれと足し算しながらですね、うん、掛け算でもいいんですよ、うん、良くなってくれるよね。そうですね、特にこの耳鳴りはですね、足し算やら掛け算やらしながらやっぱちゃんとダメとでしょうね。あそんだけ何年間も、いやもう若返らんでいいけんね、うん、なんかその痛みとかでも、ね、なんとかっていうのはやっぱもうなんか煩わしいんですよね。耳はまあ若干若返ったわけでしょうから、あ元に戻ったっていうのは、ね、もうそんなにねもうピンピンならなくていいからね、うん、もういつ死んでもいいんだけど、なんかこうやっぱりね、鬱陶しいまんまっていうのはね、そう鬱陶しいままなんか死んだくないなっていう感じですよ。あの加齢は年食うのはしょうがないですけど、そうそうそう、治して良くなるもんだったら、そうですよね、快適な生活を送りながら、うん、ポコッとね、うん、生きればいいわけですから。そうですよ、あんなグズグズ長いじゃなくてね、頑張ればいいんですから。まだもいくらでもその余力はあるわけですから。あー、あー
しょ。一だけでもだいぶ違う、本当に音が鳴らないっていうことは。ねえ。はあ、本当。なんかどこに運命がなんかあれしてるかわかんないです ね、 人の。いい出会いですよね。運命ってね、俺もどなたかからご紹介いただいたわけでしょ。はい。どなたかから紹介してもらったんですか。池田さん、池田さん。もう絶対俺言っとかないとダメです。倍返しで俺はしとかないと。僕の方にはいらないですから、そのお友達の方にですね。もうザルそば一杯ぐらい奢っとかないとあれですよ。あの人はなんか、なんでこんなとこ知ってるのっちゅうようなとこ知ってるんですよね、あの人。そうですか。いやだけどその前紹介してもらったのが聞かなかったんですよ。あ、そうなんですか。はい、なんか病院のなんかあるよって言われて、ね、うん、佐賀まで行きましたよ。まあよかったじゃないですか、とにかく結果オーライですよ。あ、今回私のところで当たったんですから、もう過去のことは全て良かったことにして、何、ね、かあってもとりあえず今回良くなったのに免じて許してあげて。なんかその先生も独特な先生でしたけど、治らないからもうやめました。佐賀まで、もう佐賀までってね、だけど鹿児島から来るところから、そう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 、その割りすれば鹿児島からすればですね、なんかね、まだ鹿児島は近い方かもしれないんですよ。え、北海道とかですね、海外からもいらっしゃいました。本当に大変だろうと思います。北海道から来た人はですね、これから太宰府天満宮かなんか行かれるんですかって言ったら、いや、先生の治療を受けたらもうこれで帰りますって言って、北海道にすぐ帰られました。もう頭下がりますよ。リウマチで四国から来た人もいてね、その最初バスで来たらえらい大変だったそうなんですよ。で、飛行機で来たらね、飛行機早かったけど、飛行機代が高い。高いね。先生のところの治療代安いけど、飛行機代、運賃が途中がね、高いからちょっともうやめますって言って、でたまたまそこんちの隣の人に、はい、八百屋さんか果物屋さんだったかな、話したら私たちも行ってみるって言って、で来られたんですよ。で治療法を教えて、でそのお隣さんにもこの治療法全部教えてあげてくださいって言って、でなんか良かったみたいですけどね。皆さんいろいろ苦労していらっしゃってますよ。腰が曲がるとかそういうのはどうでもいい。でも年取ったら曲がるっちゃいけんと思って。いや、それもあんまり良くないですよ。あ、腰はやっぱ曲がらない方がいいです。そうですか。そうですか。いや、曲がった人見ると、あ、もう年はね、あんなになるんだなと思いながら。最近腰が曲がった人少なくなったでしょう。あ、腰が曲がってる おばあちゃんとか少ないでしょう、はい、あれね、農家がね、いろいろ工夫して、はい、そのしゃがみ仕事を減らしたんですよ。腰が曲がったのが曲がったらもうダメですけど、曲がらないように。ああ、曲がらないようにね。いちご農家なんかはね、床を高くしてしゃがまなくていいようにしたりとかね。いや、だけどほんなら曲がるんじゃないかなと思って。いや、そうでもないですよ。なと思うんだ。結構最近の人って曲がってない人多いですから。え、曲がってない人が多いですから。あ、農家に行ってもですね、やっぱ草取りしたりとか除草したの作業でしゃがみ込んでる、ね、あれがいけない、ね、あれやってると腰がやっぱ曲がるんですよね。腰が曲がるというのはこのお腹の前の方の筋肉が硬くなるんですよ。あ、そうですね。それをやってしまうと大変なことになるんですよね。